はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は逓信を取り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回はですね、今回のアップデートで、再販やってまいりました。逓信おそらく初めてかなというところで、早速見ていきましょう。まずはパッシブスキルですね。逓信のパッシブスキル深淵セット、専属武器深淵セットですが、筋力値レベル ×260、 攻撃力が 19%、 防御貫通1000となってます。防御貫通はいいですね。いつも言うように防御貫通の固定値の数字に関してはパッシブの方に乗っても1000で1000とか900とかで止まってしまうので、だったらもう専属武器についちゃった方が潔いかなという感じですね。で、筋力値、これが残念かなと。ステータス系ですよね。体力値とか筋力値、あと敏捷値とか知力値ですよね。これが専属武器に乗っちゃうとやっぱ結構低い数字になってしまうので、いつも言うようにこれ残念なポイントですね。そしてパッシブの1番目、攻撃力が 48%、 根基値レベル ×380 ということで、根基値ですね。これもいつも言うように死にステータスになっているものですね。クリティカル、相手のクリティカルを、クリティカル率を抑えるものかなになるんですけど、クリティカルって条件によっては必ず出るものっていうものがね、ありますので、しかも結構ね、今ね、条件さえ満たせば必ず会心攻撃になるみたいな条件みんな持ってるので、となるとちょっとこの自然発生するタイプのね、会心を抑える、確率を抑えるっていうところではあんまりもうそういうのは意味ないかなっていう感じなステータスになってしまっているので、今基地も若干もう死にステータスかなというところですね。で、パッシブ2番目、 HP 上限 68% ということで、 HP がねたくさん伸びるタイプの副将です。それはね、今後出てきますが、タンク系の副将ですのでっていう部分が大きいかなと思います。で、あとはパッシブ2にね、他に何もついてないっていうのも一つマイナスの要因かなと思います。で、パッシブ3番目、こちらが特殊なパッシブになってて、まず出陣時8ターンの間自身が手地状態になりということで、手地というね特殊状態この子持ってます。受けるダメージが 7% かける手地の残り単数減少、 HP 吸収が 10% かける手地の残り単数増加ということで、これだけではね手地の説明が不十分なので、さらにヘルプ出しておきますが、まず受けるダメージが減少と、これは HP かな、 HP 吸収が増加というところで、残り単数が多いほど効果が高くなると。そして敵か味方が撃破されるたびにターン数プラス2、最大10ターンまでということで、撃破ですね、敵か味方が撃破されるたびにターン数が増えていきますよというのが、説明に載ってないという部分ですね。で、複数回付与された場合はターン数が累積していくので、ターン数どんどん増えていきますよということです。なので、出陣時というね、デメリットとしてはかけ直しができないっていうところがあるんですけど、それに関してはこのターン数を増やすことによって、そのかけ直しの必要なく、ターン数切れもなくずっとね維持できるっていうところですね。で、自身が場内にいる場合、味方の隣の味方の4名が夢中状態になるということで、こちら夢中ですね。夢中も効果が書いてないので、こちらでヘルプ出しますが、範囲攻撃と敵が撃破された時の攻撃のみを受けるものとなっております。で、味方か敵全員が夢中に入った場合は状態が失効するということですね。なので、夢中に入れるというところで、しかも隣の味方4名ですね、自身が場内にいる時の隣の味方4名が夢中なので、範囲攻撃と敵が撃破された時の攻撃以外は避けることができますよということです。で、毎ターン行動前、自身が手地状態の場合、一ターンの間、長老生後状態、援護生後状態になり、受けるダメージが 50% 減少、ダメージ反射が 50% 増加、さらに命中された時、50% の確率で一ターンの間、相手を流血罪悪状態にさせるということで、流血罪悪もあります。で、その前にですね、受けるダメージ減少とかダメージ反射が増加っていう部分はこれ援護の説明になりますので、じゃあ長老の説明はないですねということで、長老ヘルプ出しておきましょう。毎回攻撃される前、自身の HP 上限が敵以上の場合、必ず敵のターゲットになるというものがね、長老になってます。やっぱりこういうタンク系の副将にではね、挑発とか長老とか、最近で言うと皮肉とかね入ってきましたけど、そういったものがね必ずついていますので、この子は長老のタイプですね、長老タイプのタンクになります。なので、まず自身のね HP 上限が敵以上の場合は狙われますよと。
で集中攻撃と点火、敵が復活あるいは撃破された時の攻撃を除くなので、集中攻撃はちょっとカバーできませんよという部分になってます。まあ、それ以外の攻撃はね、まあターゲットになるというところで、まあ、今はやっぱ長老が一番カバー範囲が広いかなとは思いますね。というのが、まあ、長老聖護になってます。で、あとは流血ですね。流血もこれ説明がないかなというところで、まず HP 回復ができなくなるですね。 HP の回復ができなくなるっていうのは、まあ有名な流血の説明で有名なものになりますが、さらに弓将と武将に攻撃される確率が、会心攻撃される確率が 25% 増加しますよというところで、まあこれがね結構知られてない部分でもあるのかなというところですので、流血にはねこういった負荷効果もありますよというところです。で、自身が致命傷を受けたとき致命ダメージを無視、この子は致命ダメージ無視タイプですね。なので、まあ、バフとかかかってても消えませんよという感じです。で、自身の異常状態を全て解除し 80% の HP を回復、回復率はいいですね。で、2ターンの間死状態になると、さらに、2ターンなので、これはさっき書いてあった通りプラスになるっていうところですかね。累積になるっていうところですので、ターン数が増えます。で、この効果が4回まで発動可能ということで、4回致命傷回避がついているので、まあ優秀かなとは思います。で、このパッシブ3番目ね、まず手地でダメージカットが 7%×7 の残りターン数がつきます。で、さらにですね、援護がついてますので、援護でダメージカット 50% ついていますというところなんで、かなりダメージカットは高いかな、高い部分でついているかなと思います。処置もターン数どんどん増えていきますしね、というところで、まあ、結構ダメージカット率は高いのかなという感じです。で、致命傷回避も4回ついていますので、まあ、そこも含めて防御面はかなり優秀かなという副将ですね。で、パッシブ4番目、体力値がレベル ×360、物理防御貫通レベル ×12 ということで、まあ、体力値もね、レベル ×360 と高い数字もらえていますね。これはいいのかなと思います。で、物理防御貫通ですね、まあ、レベル ×12 ついていますので、まあ、防御貫通レベル、物理防御貫通ですね、レベル ×15 じゃないのは残念ですけど、まあ、12ついているので、まあ、いいのかなとは思います。で、神髄共鳴スキルですね、筋力値 ×2 の敏捷ダメージと筋力値 ×3 の攻撃力ダメージが減少しますということで、まあこれはね、まあ最近実装の武将でもみんな同じようなものを持っていますので、まあいいかなという部分ですね。はい、ということで、まあここで見た感じだと、やっぱりさっき言ったダメージカット率が高いっていうところと、まあ長老を持っててタンク系だよというところと、まあ援護によるダメージカットでさらに、カット率高くて、で、致命傷無視も持ってるよっていうところで、まあ耐久面に関しては文句ないかなというレベルかなとは個人的には思います。で、ここからですね、アクティブスキルがさ果たしてどうなのかと、耐久面はね一つ OK ということで、まあ現環境を戦っていけるレベルですので、まああとはアクティブスキルがどうかなというところです。で、アクティブスキルの1番目、筋力値が最も低い敵4名に 800% の物理ダメージを与えということで、筋力値サーチの最も低い敵ですので、まあ基本的には武将以外を狙っていくスタイルかなというところですね。で、 800% という倍率もまあ悪くはないですけど、範囲4名なのであれば 1000% ぐらい欲しかったなっていう感じはしますね。で、さらに自身筋力値 ×12 のダメージが加算されると、で、筋力値防御無視ですね。で、毎回攻撃前、自身の筋力値が敵より高い場合、ダメージが倍になりますというところなんですが、この子さっきパッシブで筋力値ってついてたね、専属武器についてますけど、やっぱり専属武器についてるっていうところで若干低くなってます。ですので、まあ武将とやり合うときは注意ですね。基本的には負けるという形、まああくまで基本的なので、まあ同じようにね専属武器についちゃってる子もたくさんいますので、そういった子には五分で戦っていけるかなというところですね。まあ基本的にはまあ負けるイメージでいいとは思います、武将とやるときね。まあ育成地で勝っていればっていうところはありますけどね、基本的には負けるイメージでいいのかなと。で、あとは帽子と弓ですね、まあここに関しては勝っていけるので、ここメインになるのかなっていう感じはします。
そして、自身の筋力値が敵より高い場合ダメージが倍になりっていうところで倍になる条件があります、まあ、これが筋力値勝負になります。で、100% の確率で敵の有益状態あるいは生後状態を2つ解除ということで、まあ、これも筋力値勝負ですね、ダメージ倍プラス有益状態生後状態を解除2つ解除ですね。でそして最大攻撃力が最も高い敵を4回追加攻撃するということで、4回、攻撃もありますね。なのでまあ4名範囲からの4回連撃、攻撃としては若干弱いかなっていう感じですね。今の環境を戦っていくにはね、やっぱり6名範囲からの6回連撃とかがまあ最低ラインかな。まあ4名範囲でもまあ悪くはないんですけど、6回連撃がその後欲しいかなって感じはします。で毎回追加攻撃前、自身の残り HP が 50% より高い場合、ダメージが倍になります。ということで、追加攻撃にもダメージ倍が入ります。条件としては、自身の残り HP が 50% より高い場合という条件ですね。で敵の残り HP が 50% より低い場合にはなるんですが、敵の状態性を 100% 無視することができます。なので、まあ、ここでね、ダメージ、敵の残り HP ですね、ダメージ倍が取れるか、状態性を 100% 無視できるかというところですね。で毎回追加攻撃後 100% の確率で2ターンの間敵を盲目罪悪状態にさせ、命中値を 80% 減少、余ダメージを 40% 減少、攻撃が命中しないたびに余ダメージが追加で 10% 減少、最大 30% 追加減少可能ということで盲目入ってきております。まあ、盲目は説明欄で されているので、まあ、これでいいかなというところなんですが、これが追加攻撃後になりますので、攻撃力が最も高い敵っていうところですよね。ですので、まあ、同じ敵を殴りやすい追加攻撃で、盲目状態っていうところなんで、配るタイプじゃ、ばらまくタイプじゃないっていう感じです。まあ、盲目もね、悪くはないんですけどね、ちょっと武将が使っても、まあ、そこまでかなという感じはします。まあ、おまけ程度ですかね。で追加攻撃のみにしかついてませんよと、さらに状態性無視が敵の HP が 50% より高い場合しかついてませんよというところも注意が必要です。で全ての攻撃後、自身が総ダメージ 30% の HP を回復し、4ターンの間損術生後状態になり、命中された時残り HP パーセンテージが最も低いかつ損術状態でない味方を自身受けるダメージ 150% の HP を回復させるということですね。ということで、まあ、損術にも入ることができます。まあ、自分の回復もありつつっていうところですね。まあ、味方の回復もできるような損術生後ついています。で、損術生後がさらにプラスであるのかなと思ったらないですね。損術はこんなもんか。ですね。そして、アクティブスキルの2番目。まあ、スキル1は若干ちょっと攻撃回数と攻撃幅に難ありかなというところ。あとは使うデバフが盲目っていうところでちょっとマッチしにくいかなと。ちょっとおまけ程度かなというところですね。損術はいいと思うんですけど、ちょっと盲目、別のデバフで良かったかなっていうところですね。で、状態性無視もちょっと条件付きで、しかも追加攻撃のみってなってますので、ちょっと微妙な感じがあります。でアクティブスキル2番目がかなり説明が短くて、やっぱちょっと微妙感がありますね。まず体力値が最も低い敵を狙う体力値サーチですね。で低い敵を狙う4名の3回攻撃になってます。まあこの範囲3回攻撃っていうのは、まあ性 MR 環境でも十分使っていける範囲攻撃ですね。ただ範囲が4名っていうところですね。まあここがちょっとしんどいかなという部分です。で毎回 800% から 1200% の物理ダメージを与え、さらに自身筋力値 ×8 から10、20と攻撃力 60% から 150% のダメージが加算されると、こちらはどっちも防御無視持ってますね。で実際攻撃した人数が少ないほどダメージが高くなるとなってますので、まあ、毎回、敵が1人の場合は 2000% の3回攻撃と筋力値が20の3回攻撃、攻撃力の 150% の3回攻撃の防御無視がついたりしますね。で毎回攻撃前、自身の筋力値が敵より高い場合、ダメージが倍になりますと。ダメージ倍もあります。ただ、筋力値勝負になってますので、さっきも言った通りですね。これは、武器、専属武器ですね、についていますので、若干低い数字になっています。なので、まあ、武将には取れたらラッキーぐらいかな、というイメージでいいと思いますね。基本的には負けると思っておいていいのかなと。で、弓と帽子には勝っていけるっていう感じですね。そして全ての攻撃後4ターンの間味方6名を攻撃生後状態ということで攻撃生後が入ってきています。
で、こちらですね、攻撃整合になるんですが、自身筋力値 ×3 の攻撃力ダメージ減少と、自身のパシブスキル及びその他有益状態、整合状態と重ね掛け可能となってます。なので、まあ、ここでさらに攻撃力ダメージには強くなるといったところですかね。なんだ、まあ、ここの辺はおまけかなと、まあ、神髄共鳴スキルの仲間のバフなのでおまけ程度かなというところを見れば、ちょっとアクティブスキル2が説明、文字不足かなというところですよね。もっとあってもいいかな、この倍ぐらい、なんならこのスキル1ぐらい説明があってもいいぐらいですよね。これぐらいないとちょっと苦しいかなというところですね。まあ、攻撃方法としては悪くない、まあ、範囲幅が狭いですけど4名の3回攻撃で倍率もまあ悪くはないっていうところですからね。あとはこれに何がつくかっていうところでしたが、ダメージ倍しかつかなかったっていうところで、まあ、ちょっともうちょいなんかあってもよかったかなという感じです。ということで、ですね、あとはいつもの通り、僕が毎月更新している早見表を見ながら、この帝神ですね、どのぐらいの位置にいるのかっていうのは見ていきたいんですが、残念ながら今 A 評価まで出してて、まあ、トップ23かなになるんですよね。その中には入ってないという感じです。耐久面はね、帝神悪くはないんで買ったんですけど、ちょっとと今の環境だったら A ランクよりも下になっちゃうかなという感じですね。まあ、あくまでこれはね、僕の評価になるんで、人によってはね、 A ランクに入れてあげてもいいなっていう人もいるだろうし、 S ランクに入れてもいいなって人も一部いるかもしれないですが、まあ、僕の評価ではちょっといないかなというところですね。しかもこの子ね、初版で、ブリュンヒルドのちょい後ぐらいに実装されてるんですよね。しかも正 MR ではなくて普通の純 MR、 絆200で取れるタイプの MR として実装されています。でタイミングが非常にこれ悪かったですね。なので取る人ちょっと少なかったんじゃないかなというところ、プラス今回再販来てますよね。再販来てるんですけど、残念ながら皮肉タイプの今猛角がね、あと2日ガチャ並んでるんですよね。ちょっと猛角と並んじゃってる以上、猛角のが上かなと。まあもちろんさっきも言った通り、長老持ってる以上ね、その挑発とか引きつけるタイプのバフとしては長老の方が優秀かなとは思うんですが、猛角は皮肉ですからね。で猛角の方が全体的なステータスというか、まあ、スキル構成、あとはパッシブスキルなど見ても猛角の方が若干上かなというところがありますので、若干どころじゃないね、猛角の方がだいぶ上かなというところがありますので、まあ、勝ってるところって言えばやっぱ長老かなっていうところですね。広くカバーできる挑発、皮肉は結構ね、ちょっとカバーできる部分が狭かったんですよね。意外とね、効果そこまで書かれてませんでしたが、引きつけられる攻撃が結構限られているので、皮肉はそこまでだったんですが、まあ他のスキル構成などパッシブスキルなどをですね、を見ても猛角の方が結構二回りぐらい上かなってなっちゃっていますので、まあ、今回の再販でも結局タンク系で被ってますし、最初の初版でもブリュンヒルドの後だったので被ってはないですけどね、ブリュンヒルドの後だったのでちょっとタイミング悪かったかなという、ちょっとタイミングに恵まれない副将だったのかな。結構いますけどね、そういうタイミングに恵まれない副将ってのはいますけど、この子もその一人かなという感じがいたしました。はい、ということでチャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつでーす。